はい、皆さん今日はですね、ちょっと思考を変えまして筆跡診断やります。はい、皆さんこんにちは、ゴーギです。今日はですね、冒頭にもちょっと言ったんですけども、筆跡診断っていうのをですね、ちょっとやってみようかなと思います。まあ、ちょっとゲーム感覚みたいな感じなんですけども、その人のですね、性格診断というかですね、筆跡を見て性格をですね、判断するっていうのはですね、こうサイトがちょっとしたゲームみたいな感じであったんで、それをですね、ぜひ今日はやってみたいと思います。はい、ではですね、皆さんちょっとですね、スマホをですね、ちょっと出してもらいたいんですけども、ちょっとそれでですね、検索をしていただきたいんですけども、検索窓にゼブラ、筆跡と入れていただいて検索をかけていただきます。で、そうしましたら、上の方にですね、ゼブラ株式会社、筆跡診断っていうのがですね、出てくるんで、それをタップしていただきます。で、そうしていただくと、ちょっとですね、横に出てますけども、この筆跡診断テストっていうのがですね、ちょっとサイト出てきまして、真ん中ら辺のちょっと右、真ん中ちょっと上のですね、シマウマくんの性格診断、これをですね、ちょっとタップしていただきます。そうしていただくと、国という字ですね、これをですね、変えてみてくださいというふうにちょっと出てくるので、ぜひですね、ちょっと皆さん紙とペンを用意していただいて、国ですね、これをですね、ちょっと今変えていただけないでしょうか。ちょっと国をですね、変えてみて、その書き方によって、筆跡診断ですね、その人の性格が分かるということなので、ぜひですね、これをちょっと元に書いてみたいと思います。ちょっと私もですね、ちょっと書いてみたいと思います。はい、では、書きました。私はですね、国こんな感じですね。はい、国こんな感じですね。こんな感じで書きました。はい。で、その書いたものをですね、ちょっと手元に置いていただいて、そのスマホのですね、こう続きですね。で、これをちょっと見ていただきたいんですけども、真ん中のですね、青で、書いてます。書き終わった人は次のページへですね。これをちょっとタップしてください。はい。ではですね、こう国という字がこうたくさん書いたようなちょっと文字がこう出てきたと思うんですけども、ステップ2ですね、さてあなたの特徴はって書いてます。あなたの字の特徴は、次の4つのポイントで近いものを1つ選んでくださいと書いてます。なので、問1からですね、問4まで、チェックをですね、入れてみてください。はい、ではですね、ちょっと私で言うと、問1はですね、はい、ここですね、真ん中、第1画と第2画目が、角がこう開いてますね。なので、ここにちょっとチェックしますね。はい。で、その後、そうですね、構えの株が広いか狭いかですね。ちょっと私のはちょっとどっちかというと広いですね。末広がりのような感じになってます。なので、左側をですね、ちょっとチェックします。はい。で、角が、角張っているかどうか。そうですね。角は、ちょっと角張ってますね。なので、左側をチェックですね。はい。で、最後ですね、問4。玉ですね。国構えの中に書いてある玉。玉という字ですね。これが、横線が等間隔。横線が等間隔か、横線の間隔が不揃い。そうですね、ほぼ、等間隔じゃないかなと思うので左をチェックします。はい、ということで、問1から問4まで全部ですね、チェックを入れていただきます。はい、では、チェック入れましたでしょうか。そしたら、一番下のですね、筆跡診断結果を見る、これをですね、チェックします。はい、はい、では出ました。はい、ではですね、私のちょっと結果から言うと、ちょっとですね、横に出してますけども、診断結果発表ですね。あなたは人徳あり、一目置かれるリーダータイプですと書いてます。なんかこう、どっちかというと結構良かった系ですね。はい。で、おおらかで常識のある大人のあなた。ああ、よかったですね。大人文字チャンネルなんで、大人のあなたでよかったです。で、社会で決められたルールを忠実に守りますが、だからといって型にはまった退屈人間でもありません。
思考が柔らかく、何事も臨機応変に対応できます。冷静で判断力もあるので組織の中のリーダーとしても一目置かれるはず。結構いいことが書いてますね。これちょっと嬉しいんですけども、でこれですね、ちょっと書き方によって、まあそれぞれですね、ちょっといろいろこう詳しい解説は下に書いてますね。はい。先ほどですね、私のあの診断結果出たんですけども、さっき言ったような内容になりました。人それぞれやっぱ字が違うので、その人の書き方によってですね、まあ、こんな感じで、筆跡診断っていうのがありますので、結果ですね、まあどんな感じになったでしょうか。人によってはですね、まあいろんなこう、診断結果が出たんじゃないかなと思います。よかったらですね、ぜひ、その診断結果をですね、まあ、こんな結果でしたみたいなのを、コメント欄に、入れていただくとですね、とても嬉しいです。またですね、こんなサイトとかあったらですね、ぜひ紹介したいと思いますので、その時はよろしくお願いします。はい、ではまた次の動画で会いましょう。ありがとうございました。